バターフィッシュは、マナガツオカに属する魚類の一種。北西大西洋に生息し、ニューファンドランド島東部、セントローレンス湾からフロリダ東部、メキシコ湾で見られる。バミューダやカリブ海には分布しない。全長は、最大で30センチメートル。体は楕円型をしており、体高は、全長の1、3程度で、強く側平たする。口は小さく、糞は丸い。 葉は非常に細かく一列に並ぶ。胸びれは長く、腹気をかく。尾ひれは強くに刺する。小さなエムロコを持つ。体色は銀色で、背側は青みがかる。腹側は銀色。黒い不規則な斑点があるが、死後に消失する。同じ海域に生息する、西ナガツをてップリラスパルトは、背びれ、尻びれが鎌型にならないことで、区別できる。数十。 数百匹の群れを作る。夏場は沿岸の20から30メートル以前に生息するが、冬場は200から230メートルの深みに移動する。浅瀬の砂底に侵入して切除することもある。生魚はクラゲイカや虫、甲殻類、タモ類などを食べる。寿命は3年程度。メイン湾ンでの研究では、繁殖は夏に沖合に移動して行われる。卵は、 直径0.7から0.8ミ、mm、リメートルで浮遊性摂氏18度では48時間で孵化する。稚魚は外敵から逃れるため、大型のクラゲについて生活する。1960年代から大規模な漁業が始まり、1973年の漁獲量は34,300トンに達した。だがその後は、 減少を続け、2005年には432トンにまで落ち込んでいる。これは資源量の減少によるものと考えられている。ありがとうございます。